鏡扉の奥の隠れ家肉割烹北新地の肉どき。どうやって入るのか分からなくて店前で不審な動きをしてしまった。今夜は税込み8000円のボリューム満点炭火焼きコースをいただきました。初手は贅沢にウニとキャビアが乗った近江牛のなめろうユッケ。サラダやナムルを前につらみとタンが焼かれるところを凝視できて幸せだった。絶妙な火入れに肉が喜んでるのが見て分かった。土鍋ご飯が炊き上がると同時にタレの肉たちがやってきて、はよを白米の上に乗せろと無言の圧力をかけてくる。オンザライス&ロールライス、肉の一番美味しい食べ方はこれだよね。米と肉の可能性は無限大。まず幸せがこぼれ落ちる。タレと肉汁を吸った米の美しさたるや。みんなさん、私は日本でもユッケが食べられるお店を見つけましたよ。コースの締めはユッケ丼。白米をザオリクして最終戦に挑みます。米に会いたかった肉の甘さ、肉に会いたかった米の甘さ、双方ヌメヌメと絡まり合って甘いラブストーリーでありました。